目時駅は、青森県産の兵郡産の兵町を大あざめ、ジアザ村中にある、青い森鉄道、IGR 岩手銀河鉄道の駅である。青森県で最南端の駅。青い森鉄道の青い森鉄道線と、IGR 岩手銀河鉄道の岩手、銀河鉄道線が乗り入れる。会社協会駅であり、当駅から八戸、青森方面が青い森鉄道線、森岡方面が、 岩手銀河鉄道線となっている。当駅は両社の共同使用駅で青い森鉄道の管轄駅である。IGR 岩手銀河鉄道で唯一青森県に所在する駅である。当駅のすぐ南を流れるま淵川が岩手県、青森県の両県境である。鉄道資産上では県境付近が両社の境界となっているが営業上では当駅が境界となり、 運賃体系も変わる。もともとは両路線とも、東日本旅客鉄道の東北本線であったが、2002年12月1日の、東北新幹線森岡駅八戸駅間、延伸開業に伴う並行在来線の、経営分離により、当駅を境に、八戸方は青い森鉄道、森岡方は、IGR 岩手銀河鉄道へ承継され、駅施設も、青い森鉄道へ移管された。 そのような経緯もあり、青い森鉄道の八の平駅以南と岩わて、銀河鉄道線は現在も一体運用されており、当駅に乗り入れる全列車が相互直通運転を行う。そのため、当駅を始発、終着とする列車はないと参個駅を始発、終着とする両線内列車は存在する。ワンマン列車の場合、当駅到着時に目時から先は、 青い森鉄道になりますと会社線変更の案内が行われる。当駅に停車する列車の運転士と車掌は、八の平駅及び森岡駅まで通しで乗務する。当駅を通過する JR 東日本からの直通列車は、JR 東日本の運転士、車掌が担当している。目時駅に侵入する IGR7000 系、築定上に相対式ホーム2面2線のホームを持つ。 駅舎へは上下線とも階段を降りる。なお、上り線ホームには屋根付き待合室があるが、下り線ホームには階段を上ったところに椅子が4席分あるのみである。八の駅管理の無人駅。かつては友人駅だったので駅舎が大きい。トイレは駅舎にあるが入り口が別となっている。IGR 岩手銀河鉄道によると、 2019年度の1日平均上降人員は467人である。近年の推移は以下の通りである。目とき信号上に関するカテゴリー。ありがとうございます。